はい、EC チャンネルの松木陽です。インタビュー AI、 今日のテーマは何でしょう。急に出てきた消費者安全法って何ってことですね。消費者安全法、聞かれたことありますかね。まだ通販会社とかですね、支援会社の方々でも知らない方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、この通販に関わる、大きな一つのハードルというかですね、気をつける法律の一つになるかもしれませんので、そのあたりですね、法律の専門家ではないので、詳しくはですね、ググってもらったり、皆さんが調べてもらうっていうのはしてほしいんですが、通販のコンサルの立場で思うこと、推察できることっていうのをお話ししてみたいというふうに思います。2009年消費者の安全を守るために制定されたものです。この背景を見るとですね、高齢者の方の安心安全を守るために、いろんな関係各位、いろんな行政の方々が協力して情報を交換してやっていこうっていうようなもののように思われます。通販会社にどう関係してくるのっていうことですが、これは一つのちょっときっかけがあったので、そのお話をしましょう。2021年3月1日に、虚偽誇大な広告として、化粧品会社2社に注意喚起、社名を公表されたということですね。これで、一部の方はご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に急に出てきたような感じです。私もそういう印象です。これまでは景品法、薬品法、特商法、健康増進法による行政指導とか措置ですね、または適格消費者団体からの改善命令とか、そういったものが、ありましたし、通販会社としては注意するべきことでした。消費者安全法による注意喚起が増える背景が何かっていうことです。これはなかなか推察は難しいんですが、これまでの経緯を見ている限り、今の何か社会的問題を見ている限りはですね、簡単に言うと、この広告、行き過ぎた広告っていうものと、一部定期コースなどのですね、このお客様のトラブルですね、そういったものが、結構顕在化してきたというか、たくさんの方が迷惑を受けて、行政に連絡をするということが増えてきたと。でかつ、それに対してほったらかしにできないとかいうこともより出てきたし、景品法だったり特商法による、会社の公表だったり、注意だったり指示だったり指導だったり、措置っていうのはしてきてますが、例えば、景品法においては、措置命令を食らったとしてもですね、一つの会社は裁判で争ったりとかいうこともありますし、そういう措置をするにはですね、いろんな手続きとか、情報を仕入れて、エビデンスを取っていかないと行政もそこの注意だとか措置ができないわけですね。となると非常に時間がかかってしまうということがあります。そうなるとですね、今いろんな行き過ぎた広告があるじゃないかっていうような、そういうことがほったらかしになっていたりということが起きてるわけですね。その時に、迅速にそういう注意喚起ができる、そういうものが今の法律上では難しかったので、消費者安全法というものを使ってそこの注意喚起ができるんじゃないかというふうに消費者庁が思って、そういう行動をしているんじゃないかなというふうに思われます。通販会社は何を気をつけたらいいかということですが、これは私としては、消費者安全法を気をつけようということではなくて、これまで通りの薬品法とか景品法とかですね、特商法っていうことを遵守するということが、基本の考え方でやるべきことになります。その中で行政がより早くそういった動きを見せる可能性が出てきたよということは当然意識しないといけないこと。あと特にですね、広告表現ですね、虚偽とか先ほど言った誇大とか、そういったもので嘘とか言い過ぎた表現、あまりにも現実的ではない表現
あまりにも有料語に与えるような表現とかですね、消費者に誤解を与えるような表現、強いては消費者の安全にそこに起因する影響を与えるような表現っていうものは気をつけないといけないですし、ここの解釈はどうなるかですけど、定期コースとかですね、縛りとか表現とかルールとか仕組みみたいなものをですね、そこに関しては行政的にはこうしっかり指導を入れていくっていう方向のようなので、その表現実際のオペレーション、ルール作り、そこの実際の運用っていうことに関しては十分注意を払ってやっていくということが大事になりそうです。情報に関してはまだまだ少ないので、これからの行政の動きとか、そういったものを注視して、見ていく必要があるのかなというふうに思います。本日は以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。